すいません。すいません。再開しました。失礼いたしました。黒坂誠先生、待機してくださってるということで。はい、皆さんこんばんは。よろしくお願いいたします。黒坂先生の方に今からお電話をおかけしたいと思います。皆さんお待ちください。あ、なんかツイッターの不具合ありましたか？もしもし。もしもし。あ、黒坂先生。はい、黒沢です。はい、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はい、はおい。世話になります。これもう入ってるんですかね。入ってます。あ、そうですか。あ、じゃあ皆様どうもこんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、お世話になります。黒坂先生、結構久しぶりにご出演していたあ、だそうきですまよした。ね。はい、ありがとうございます。本当コロナで今いろいろと大変でね、学校の方もいろいろともう全部インターネット授業になっちゃったけども、なりましたか？どうですか？なんて大阪の学校大体そうじゃないですかね。もう全国的に多いと思うんですけど、はい。もう、だから授業は、まあ、お部屋じゃなくてじゃなくてね、リモートって感じですか？ああ、そうですよね。まあ、はい。大阪の大学大体そうだと思うんですね。じゃあ、授業を事前に収録という形なんでしょうか？まあまあ、だいたい、それは人によって違うけど、僕の場合は、まあ、そういう資料をね、出して、パワーポイントでね、説明するって感じですよね。ああ、そうなんですね。例えば課題とかレポートとかの、提出も見えるみたいな形ですか？それは全員に見える掲示板みたいになってね。はい。それで出してます。ああ、そうなんですね。なんか、まあ、しょうがないと言えばしょうがないんですけど。そうですね。例えば、まあ、大阪経済大学さんの方では、入学式とかも行われなかったということですあ、か？それだけはやったんですけど、あ、それはあったんですね。はい。つい先週の途中からなっちまったって感じ。あ、そうなんですそういうね。ふうに、実際に、生徒さんの前で、授業するのと、そういう事前で、まあ、動画収録っていうのと、やっぱり事前の方が大変ですか？黒坂まあ先ね、生。やっぱりどうしても、学生たちの反応がわからんからね。そうですよね。それがちょっと苦しいところでね。で、まあ、例えそうば、です。わからないことで先生に聞きたい、質問したいみたいな人は、それもまたメールで質問みたいそうな。なっちゃう。ちょっとやりにくいでしょうね、向こうもね。ああ、そうなんですね。なんか、やりにくいですよね、やっぱり。そうなんするもんね。そうですか。まあ、そんなところだけど、もっと困ってるのは多分ね、北朝鮮だと思うんですよね。北朝鮮。はい。困ってますよ。その辺の話からちょっと話していけばいいかな。はい、お願いいたします。ちょっと前から、要するに経済がどう、北朝鮮どうかってちょっと調べてくれって話あったんでね。で、文献とかもちょっと調べてみたら、北朝鮮ってね、経済をほとんど中国に依存してるんですよね。そうみたいですね。もうほぼ9割9分と言っていいぐらい中国のまあ、ものを使ってる。貿易はほとんど中国だっていうね。そういうふうなの大体確かだと思うんですけど。で、中国はね、統計出してるんですよ。各国と我が国はどれだけ毎月輸出は輸入だったっていうね。なるほど。で、それちょっと見てみたの、さっきまでね。そしたらね、やっぱり去年のね、秋ぐらいから急速にね、北朝鮮が中国から物を買えなくなってるんです。それはやっぱりコロナの、まあ、感染の心配をして接触を避けてるだけではなく、それもあるだろうしね。その理由はわからんけども、とにかく数字ではね、だんだん、貿易とゆ、あの、輸出と輸入足した数がね、減ってってるんですよ、何年もかけて。だんだん。あ、なるほで、ど。特に去年から減ってる。あ、そうなんですね。で、そうすると本当に物が回らなくなるから、すごく苦しいんじゃないかって気がするんですよね。なるほど。ただでさえ苦しいのはもっともっと苦しくなってるっていうね。
そうでしょうね。ええ。はい。皆さんにはこういう記事を、事実上の貿易停止続くという、ええ。ちょっと記事をごもう、紹介しまだすから、ね。ロシア人の外交官でしたっけね、ちょっと前にね。もう平城から出てて、ロシアの北の方まで、とにかく逃げて、去っていったんだよね。そういうのは記事が出てましたけども、ものが全然ないから。砂糖とかが、なんかものすごく手に入らなくなったとかっていうのは、そうですね。読みました。あと、だから、ピアノでもあるんだろうしょうね。その調味料なんかでもものすごい値上がりしてるみたいですね。そうですね。だからなんか生活必需品、ね、贅沢品とかではなく、生活必需品がもう手に入らななくくなっなってるてでたしょうり、ね。まだね、本当原始的なんだけど、普通の農産物ね。そっちはまだね、貿易封鎖でも何でもとりあえず同じだけ取れそうでしょ？普通の米とかはね。それはまだ、元からあんまりないわけだけど、とりあえず取れてると思うんですよ。むしろちょっとした工業品みたいなのはね、その砂糖とか調味料とかそのちょっとした工業品で、で、それ中国から買ってたから、帰らなくなってきてんじゃないかって気がするんですけどね。いだから、や外貨も相当なくなってきてるんでしょうね、多分ー。ね。まあ、ただその辺は、本当深いことはわからんけども、まあ、外貨が、ただずっとね、統計を見るとね、中国がずっと貿易黒字なんですよ。中国はで、そもうんなの、コロナ禍にあっても黒い字や、が北続い朝てる。鮮に対して。北朝鮮に対して、なるほど。ああ、そりゃそうでしょうね。買うだものからそがれだっ北た朝ら鮮からね、ないですもんね。売るものはあっあてまりも。本当買うもんない。石炭ぐらいですかね。そう、いや、石炭は昔は売ってたはずなんだけど、最近ではあんまり売れなくなってきてるんじゃないかって気がするね。なるほど。要するに中国も石炭の火力発電ってのはだんだんやめてきてんじゃないかって気がするんですよね。なるほど、なるほど。何年かもう10年前は全部売ってたと思うんですけど。そっか。ざわざわ北朝鮮から買わなくても、中国もね、もうまあ、あどんるしどん、ね。経済も、そっそう、石か。油でも買ってもどっから買ってもあるし、だから本当に北朝鮮から買うもあんまりなくなってるけど、ずっと続くってことはちょっとおかしいから、どっか北朝鮮外貨を得てるルートはあるんですよね。あれでしょうか。ロシアだったり、中国だったりに、北朝鮮の国民を出稼ぎに行かせてますね。ああいうふうに人が働いてくる上そう前をです。跳ねるのがもうやっぱり今外貨獲得で。それは多分ね、本当はいろいろな国連のなんか制裁とかで、ダメなはずなんですよね。でもやっぱ裏でやってんですよ、多分やっね。てんでしょうね。ロシアと中国ですから。それは何万人かそれ働いてね。で、それで外貨を送ってるっていうのはあると思うんですよね。それからサイバー攻撃もね、やってるようですしあ、ね。そうそう、それね。そういうので多少の外貨が出るっていうね、ことはあると思いますけど。だけど、経済的には、苦しくなってるのは事実のようですね。そう。なで、るほど。やっぱり全体的に、物が入らなくなってることは間違いないと思うんですね。いやー、でもそれでもこのトップの人たちには、なかなかね、ちょっと皆さん見ていただきましょうね。最近、今年になってから、こういう、革のね、コートを、黒い革のコートを、これね。着るところがよくね、見かけられるようになったんですが、そうですね。こういう黒革のコートを着ているのは、本当に、北朝鮮の中枢の中枢そうでのすよ人たちね。だけっていうふうに、記事で読どうもませそうらていたしい。だんで、んですけど、これもその詳しいことわからないんだけども、今その写真で出てた横にいたお姉さんいるでしょ？で、この人はすごくよく出てくるんですよ。この人、ヒョン・ソン・ウォルさんそうです。というふうに。元って、武田信玄の元って字書いてね。で、月。あ、違う、松だ、松。
まずで、で、その次は月でね。はい。で、日本語で言うんだら、現象月ってなったのかな、まあね。これね、今、皆さんにちょっと私が、漢字の文と読み方を、はい、コメント欄に貼らせていただきました。ヒョン・ソン・ウォルというふうに読むそうです。この人がですね、まあ、別に白頭山血統、キム・イルソンの中のこう、血のつながりがある人でもないのに、ものすごく、キム・ジョンウンのすぐそばに側近として、ちょっと出てくるんですよ。はい、ずっと出てくるということで、まあ、この、まあ、黒坂先生にちょっとお聞きして探したんですけど、こういうふうにですね、キム・ジョンウンが座る椅子を引いて、支えたりとかですね、本当にすぐそばにいて、まあ、よっぽど信頼してる側近、という感じですかね。で、ちょっと前まで、1年間そのくらい前まではね、はい、妹がやったでしょ？はい、そうですね、ヨジョンさんがね、妹がなんかいろんなもの持ってくるとか、タバコ持ってくるとかね。そばにいましたね。そう、タバコの皿持ってくるとかやったんだけど、それ、なんかしても妹やらなくなってね。はい。こちらの、ヒョンさん。その人がいるんだ。はい、ヒョン・ソン・ウォールさんが。この方ね、何してる人って、まあ今コメント欄にあったんですけど、もともと歌手なんですよね、これ。そう。はい。これカセットテープの表紙絵なんですけど、表紙写真ですかね。このヒョン・ソン・ウォールさんの、カセットテープですね。はい。だから歌とかすごく上手ですよ。歌とか。結構その、あちこちに、例えば、平壌オリンピックの時とかでも、韓国に行って打ち合わせなんかもやってたり。あ、そう、平壌だったかな、はい、それはやってましたね。はい、ね、山猫さん、愛人という質問が。まあ、そういう可能性もね。実はね、そういう噂はね、あるそうなんですよ。あるんですよ。で、こんなの全然断言なんかできる人誰もいないけども。一つの根拠がね、はい、何年か前なんですけど、金星音が見に来る歌の鑑賞会みたいになったんですよね。はい。で、それは朝鮮中央放送でね、放映されたはずなんですけど。あ、なるほど、はい。北朝鮮の。で、そこにこのヒョン・ソウルさんが出てきてね、その時もうすでに身重のお腹の大きな体だったの。あ、この方、妊娠中の姿を、まあ、映像で撮られてたわけですね。そうで、それで、はい、今日、普通にその時は、いろんな歌を歌、歌ったんだけども、突然司会者がね、はい、ヒョン・ソウルさんがそこに来てるから歌ってくださいって言い出してね。へぇー。で、前に出てきてね。はい、カメラの前で歌われたわけですね。そうで、歌ったの。で、その時のその映像、まあ、黒坂先生はご覧になったんですか？そう、そう。はい、で、金星雲の顔がね、はい、すごく嬉しそうに映されてね。ニコニコと映されていた。ニコニコと映されてね。で、子供は生まれると。もう、誰の目に見てもわかるぐらいお腹も大きくなっている。お腹明らかに大きい。もう、2、8ヶ月ぐらいだとかね、あれはね。そうで、でも、男の子がいいと思って、女の子だったのなんて、ちょっと喋ってるんですけど。はい。あ、その生まれた後の映像では。生まれるのはね。そう。違う。お腹の中にいる時にもう女の子だって分かったっていうことですか？そういうふうに喋ってたわけ。ああ、そうですか。お腹の中の赤ちゃん男の子がいいと思ってたけど、女の子でした、みたいな。そうそうそう。へえ。それだけだったら別にどっちもないんだけどね。でそんなの、北朝鮮社会でね、はい、承認なされるってのは、金星音のね、大きがないと絶対できないですよ。何の承認ですか？あ、この人がすぐそばに、まあ、側近としているってことですか？そう、で、側近で、それがそういう場にそうやって歌を歌うっていうね、見守るから出てきてね。なるほど、なるほど。キム・ジョンが、まあ言ったらすべて納得済みの話だったってことですね。そう、全部それでね。なるほど、なるほど。で、その後、突然出てきてね。はい。で、もうしょっちゅう金星王のそばにいるってんだから、だからもういろんな噂が、
ターストラクチャーも持ってきてね。はい。で、やっぱり息子はあの時産んだんだと。はいはい。なるほど。で、それは金星の息子なんだなって人もいるのね。なるほど。そうですか。まあ、もうそういう噂が、まあ、韓国内でも。韓国だ、もちろん北朝鮮でしょうけども。うん。いろいろと噂されているということですね。噂は出ちゃうね、それはね。はい、で、その、要するにその放送は、もっとはだからその朝鮮中央省でやって。うん。で、それで、それ韓国のテレビ局からそれ見たわけでしょ。はい。で、それでおかしいなと思ったから、韓国のテレビで放映してね。で、僕はそれ YouTube で見てるんだけどね。あ、そうですか。なるほど。今皆さんに見ていただいているのは、はい、まあ、最近のものなんですよ。太陽節にね。あ、ね、はい、はい。ちょっと黒坂先生からご説明していただけたらと思います。はい。はい。だからこの真ん中に白い服が金星雲でしょ？はい。で、隣が奥さんですよね。あ、隣はね、私の見た記事では、ヨジョンさんだったんですけど、違う。ヨジョンさんは、一番端っこのミニスカートの子ですよ。ああ、そっかそっか、黒い服の方ですね。あ、そうです。はいはい。うん。すいません。で、その、ま、中心にいる男性が、チョウヨンウォンとかいう、組織指導部っていうところの部署の人ですよね。ああ、そうなんですね。ね、うん。で、このヨジョンさんの隣多分、その彼女はいる、ヒョンソンさん。あ、今この、写真には写ってないけど、同行したのはたった 5人だったということで。そうそうそう。はい。チョン・ヨンウォン党書記、パク・ヨンジョン、パク・チョンジョン、朝鮮人、軍、総参謀長、キム・ヨジョン、それにヒョン・ソンウォル、そうそう、でもね、党副部長ってなってるんですけど、朝鮮労働党の副部長ってことですか？そうですね。それはいろんな部署の副部長がってのはいるから、はい。どこだかちょっとはっきりしないんだけども。あ、そうなんですね。たくさん副部長ってるから。まあ。なるほど。このもう序列で言うと、最上位っていうふうに考えたらいいんでしょうか。まあ、一番じゃないだろうけども。うん。何番目かになっちゃうってね、そういうところが出てくるからね。でも、今までの、その、例えば、キム・イルソンの、まあ、生誕記念日を太陽節っていうふうに、北朝鮮では言うわけですが、その時の、まあ、様子って、もっと何十人も、でこうね、はい、ゾロゾロとっていうイメージがあったんですけど、まあ、今回4月15日の太陽節では、まあ、この5名でということだったんですね。そうだ、それもちょっとね、おかしいや、まあ、5名ですね。はい、あ、まあ、キム・ジョンを足すと6名なんですが、はい、なるほど。だからやっぱり、ものすごく反発は内部であると思うんですけどね。なるほど。はい。ちょっと、これ宮殿に参拝をしたわけなんですが、うん、なんか、今までとちょっと違って、どうしたでしょうね。やっぱり、お金もかけないようにっていうことなんでしょうか。まあ、それもあるだろうしね。そうか、うん。それから、金星音って人はね、もう、男性を信頼できないんじゃないかって気もするね。ああ。もうほんとごく、側近の男性みたいな人はほとんどいないんですよ。まあ、自分でね、ギリギリのというか、そうです。兄を、キム・ジョンナムさんを殺してしまったり、うん。もうおじさんのチャン・ソンテクさんを、公社法でね、殺してしまったり、うん。あ、そっか、権力的な、欲望を持つ男性が怖いってことなんですかね。まあそういうのは常にね、なんか何言われるかわからないみたいな気持ちがあるからね。まあでも独裁者で常に自分も、暗殺に怯えますよね。それはもちろんね。そうですか。そうです。黒革のコートというのが北朝鮮では、まあなんかその、本人も愛用しているということで、
女性の肩には襟と袖に毛皮をつけるようにということで、はい、ちょっと見ていただきましょうね。こういう感じで。多分これ見たことある人もいるんじゃないかな。はい。まあ、こんな感じでね。はい。黒革のコートを着てる、何でしたっまあけ？これね、ヒョンとさんね。ですね。ヒョンソンウォールさん。そうですね。この方は、でも、じゃあ、ま、奥さん公認の愛人さんってことなんでしょうか？どうなんでしょまあ、それなら断言なんか何もできないけう？どね。ちなみに、年齢は何歳ぐらいの方なんでしょうか？金賞線より6つか7つか、それぐらいだったと思うんですけど。あ、そうなんですね。だ40いってると思いますね、そんぐらい。ああ、キム・ジョーンって何歳ぐらいなんですか？ちょっと言ってたら35とかそのもんだったかな。ああ、もうそれもはっきりはわからない感じなんですかね。ちょっと僕は今忘れちゃったけど、うん。大体わかってますよね。大あ、体ね。そうなんですね。うん。わかりました。はい。この人が、まあ、これからも、もう多分、もっと北朝鮮のトップとして、いろいろ権力を握っていくんじゃないかなというふうに。まあ、だから、そういうのもまたね、不安定要素ですよね。今、月さんが書いているように、北朝鮮は男尊女卑なんです。確かに、社会が。ものすごいそうですよね、それははい、ね。はい。あ、三浦先生が、ヒョン・ソンウォルさんの歌をですね、聞きたい方はどうぞというふうに YouTube の URL を貼ってくださいました。ああ、それはそれはい。は、ええ。あ、上がってるんですね、YouTube に彼女の歌。そうですか。まあでも、まあね、実際に本当に、もう超側近としてそうで姿すよをね。ね、表しているのは間違いないので、皆さん、注目しててください。はい。ありがとうございます。あとですね、まあ、北朝鮮の、まあ、物価についてはですね、アジアプレスの方の、そはい、最新情報がありますので、そちらの URL を貼っときますね。はい。これでいいかそれな。なんかではね、まだそんなにすごく関わられてる感じじゃないですけどね。そうですね。はい。ただまあ、じわじわどっか出てきてるんだろうと思うんですけど。あとですね、Facebook とか Twitter でもちょっと書かせていただいたんですが、黒坂先生、日本では全く報道されていない、その韓国では、ああ、その件ね。はい、韓国の MBC でしたっけ？その韓国の公共放送、MBC でも放送されたという、ちょっとね、まあ、残念なニュースなんですが、そうですね。はい。これね、脱北者の、そうです。女性なんですね。この今ちょっと、これ MBC で証言しているこの女性の様子なんですけど、はい。なんか出ますか？はい。この方ちょっでと合っ待ってまますけど。か？これ放送の時のかな？はい、そうです、そうです。これなんか説明してる人ですね、なんかね。あ、これは説明してる人で被害者の方じゃないんですか？じゃあ違う違う違う。あ、これなんそうかなんで専す門ね。家みたいな人ですよ。ああ、そうでしたか。すいません。はい。皆さん、ごめんなさい。私がちょっと、ハングルがわからないので、すいませんでした。ちょっと黒坂先生からいただいた YouTube の URL 貼っときますね。黒坂先生、お話説明していただいていいですか？どういうことかというと、はい。まあまあ有名なね、はい。脱北者でね、はい。金王朝御用詩人の骨格っていうね、御用詩人。はい。御用詩人っていうのを書いた、チャン・ジンソンって人がいるんですよ。チャン・ジンソン。はい。で、これ文藝春秋から翻訳が出ててね。はい。で、まあもちろんしっかりしたことを書いてる人だと思います。はい。で、私の娘を7音で売りましたが、そんな報道もね。これは英語になってんのかな？ほう。
だから、英語でもなってから、それは世界的にもまあ知られてるっていうね。そうなんですね。うん。そう。で、その方がね、はい。ある女性からね、はい。なんかちょっと、ちょっとハウリングしてみて大丈夫なの？これ、みんなと普通に聞こえてんのかな？あ、大丈夫ですよ。聞こえてますよ。大丈夫ですね。はい。あ、で、その方はね、1月、1月の終わりにですね、はい。1月の終わりに訴えられちゃったんですよ。訴えられちゃった。はい。女の子から、女性から。はい。で、なんで僕それ知ったかっていうと、はい。その女性が突然ね、はい。Facebook で友達申請が来たの。黒坂先生の方に。そう。で、たくさん来てたのよ。へえ。Facebook でね。はい。で、僕その人全然どっかで会ったかなと思ったんだけども、うん。全然記憶ないから、はい。まあでも脱北者だって、いろんな、プロフィールとか見れば書いてあるからね。はい。まあいいかなと思って、それで、とりあえず友達になっていたの。はい、はい。で、そしたらその子がね、うん。Facebook でね、はい。この人に、ものすごい性暴力を食らったと、いうことをあどんどん Facebook で書き始めたんですよ。あ。あ、最初は彼女は自分のそうです。Facebook で、Facebook でどんどんそれを訴自えた。分が、まあ、性的な被害を受けそたうというこで、とを、そで、それので公裸用の詩写真を人撮らが。れてね、脅かされたとかね。はい、はい。で、僕もえらいびっくりしたけども、で、それから少ししたらね、その子ね、はい。Facebook から排除されちゃったんです、なんかね。え、Facebook。アカウントが消されてしまったってこそとんですなふうになっか？ちゃったんですよ。へえ。だから僕は別に、なんだろうと思ってね。で、でも、だからなんともわからないから、とりあえず黙ったんだけども、そしたらその後どうなったかというと、韓国の MBC 放送にその子出てきたんですよ。韓国ね。で、テレビで訴えた。同じ話を訴えた。韓国の、まあ、日本でいう NHK みたいな MBC の中で。そう、まあ、NHK だ、まあ、韓国の国営放送の一つですよね、はまあい、ね。はい。で、そう、それで訴えて、で、それはで同じ話してて。い。で、僕はそれね、NBC 毎日見てるわけじゃないからずっと知らなかったんだけども、はい。はい。2月の終わりぐらいにたまたま YouTube で見たのかな、僕は。3月だったから初めだったから、そのくらい見てね。はい。で、えらいびっくりして。で、2うん。月の終わりにももう一回ね、NBC がそれで1時間ぐらい特集してね、はい。2回やってるんですよ。はい。ああ、そうですか。で、一応このチャン・ジンスは反論はしてます。事実無根だというふうに、そのまあ、御用そんな詩こと人で、さんは、それで、反論し他てると。の男性を自分は紹介したけども、そんなことはやってないと。いうようなことを言ってるんですよね。で、まあ、それが、どこまでどれが真実かって僕もそんな分かりようもないけどもね。まあ、なんかこれがもし真実だとしたらちょっと残念なことですよね、それはね。そうですね。で、もう韓国でそうやって2回もテレビでやってるわけだから。だからやっぱ韓国社会でもう脱北者に対するね、なんていうの、信頼感っていうのはそのもうガクッと落ちちゃったんじゃないかと思うんですよね。ちょっとこれはなかなか大変なことですよね。皆さんちょっと意味、ニュースの意味は分かりましたでしょうか？今の説明。黒坂先生の。まあ、脱北者の中でも有名な御用詩人っていうのがちょっと私には、いやいや、金星を、ね、初日の御用詩人って。北朝鮮で御用詩人だった人ですね。まあ、この方なんそう、です。芸皆術さ作ん。品をね、作ってね。ちょっとこの金正方日でのすね。ね。この方で合ってますね。はい。で、この人が、まあ、脱北をされて、で、同じように後から脱北してきた女性に対して、まあ、この人ね、そうそう。はい。性的な、もう暴力を振るったと。振るったと。はい。酒をたくさん飲ませてね。はい。で、それで、さらにその後、別のだ男性に対してですね、命令してですね、はい。生を捧げろというような命令を出したと。もう、
まあ、正常脳っていうそうなんですが、そういうこはとい。勧告があるんだけど、それをやらされたと。で、そういうのをやらされたら裸の写真撮られたからだみたいなことを彼女は言ってるわけね。まあ、だから、レイプもされた、恐喝もされた、性的な強制を受けたということですね。そういうこと。おー。で、これはまあ、要するに名誉毀損だって裁判にはなってるわけですね。キャンさんを訴えてね。はい。あ、でも、ああ、同だからじどこま脱北で。者同士で、こういう事件が起きて、ちょっと韓国の中では実際に話題にはなってるんですなっか？てます。だってあ、そうですか。たくさん新聞出てますもん。ああ、そうですか。で、ニューヨークタイムズにも出てるもん。あ、ニューヨークタイムズはもう、取り上げたわけですね、記事に取なっり上げて。て、はい。なるほど。まあ、こういうことがあると、ただでさえ韓国内で脱北者の方っていうのは、そうですね。ね、信頼されてないね、あまりね。そうですね、で、社会になかなか打ち解けれなかったり、なきゃいけない、そう。あと、国からの補助金っていうか、保証金というのも、ほとんど、しっかり生活できるような金額はもらえないっていうふうに聞いたんですが、ムンジェイン政権になってから、なおさらもっと、そうです苦ね。境に立たされているというふうに聞いてたんですが、大変なことになってると思う。で、とにかはい。く、ムンチェイン政権ってのは、いろんな脱北者の支援団体に対するね、そはい。ういう運動団体に対する支援金をだいぶ切ったと思うんですよね。それは間違いなくてね。で、あといろんな、北朝鮮人権問題やってる団体もあるでしょ？それもだいぶ支援を切られてると思います。で、逆にね、サイクの方にものすごく金流してるみたいね。え、何ですか？何ですか？もう一回。いや、左翼の団体が山ほどあるでしょ？韓国では。で、それにいろんな名目で、ものすごく金流してるらしい。金を流してる。要するにいろんな名目で、お金を出すことできるでしょ？ソウル市やったらね、役職につけることできるじゃないですか、いろんな名前で。チャン左ジン翼を。ソンさんがですか？いや、違う違う違う、ソウル市はね、韓国は市長とかそういう人がすごく権限を持つわけですよ。で、それで、市の職員みたいないろんな役職あるでしょ？そこに左翼の人をつけることができるわけ。そういうことですね。はい、わかりました。だから日本ではその人がほとんど考えられないけども、市長が変わったら、市の職員の上の方に誰か当選ポッと来るってのはないと思うけどね。なるほ韓ど。国ではそれが結構あるわけですよ。その市長さんが、まあ、自分の、権限が、で、まあ、そういう左翼の人間を行政とかの中に取り入れることができるってことですね。それは多分前からそういうことをやってるんだと思いますけどね。なるほ市長ど。の権限でそれはできちゃうっていうね。はいろんな役員がある、あるわけですね。特別チームみたいなの作ったりするのはできるわけだから。で、それはすごく入ってると思いますし。で、いろんな運動団体にもね、いろんなことを任せる、仕事、市の仕事を任せるみたいなことができるでしょ？で、そしたらものすごいお金が流れてきますよね。なるほど。利権はもう、やりたい放題ですね。市長さんとだかから、になると。要するに、ムンチェイン政権っていうか、そういう人たちが、岩盤支持者ってことになるわけですよね。今、三浦先生がね、書いてくださいましたね。チャン・ジンソン氏は北朝鮮の情報機関である統一事業部の幹部でもあり、キム・ジョン・イルを称える詩を書いて評価されていた人。2004年脱北。あ、2004年ですか。もう、じゃあ今から17年ぐらい前に脱北してるんですね。なるほど。で、韓国でもそれなりに、有名な方だったわけですね。まあ、北朝鮮の結構大物だったということで。まあ、それなりに、そんな長ではないけどもね。まあ、一応多少はね、そういう地位にあった人だったと思いますけども。もう今ちょっと、女性からの訴えで、まあ、大変なことになってしまったと。そうですね。で、それは全くの事実無根だったら、あれなんだけども、まあ、そんな、そうとも思えないところもあるから、ちょっ
ちょっとどうなるのかわからないですね、これね。まあでも今裁判がまだ、裁判中でってことですね。これからでしょ、それはね。はい。なるほど。何かこう、実際に死後で確定したことではなく、彼にやられたってのは一人じゃなくて他にもいるから。あ、複数のね、女性が。もう一人の人がやっぱ名前出して訴えてます。ああ、そうですか。そしたら、そうかなって気もしてきちゃうね。そうですね。一人だったらね、まだしもね。そうですか。皆さんには、例えば、Google Chrome で開いてもらうと、日本語訳で、あります?日本語になってっかな?なるんですよ。読めると思いますので、ちょっと今、ちょっと私は、三浦先生にいただいたやつを、ちょっと待ってくださいね。コピーできないな、なかなか。ちょっと待ってください。難しい。はい、すいません。お話ししててください。ごめんなさい。はい。まあ、脱走者の情報というのはね、貴重な情報をもたらしてくれる場合もあるんだけども、はい。やっぱり脱走者の人の言ってることを全部 100% 信じちゃったら問題ですよね。それはやっぱりちょっと考えなきゃいけないことですよね。なるほど。で、やっぱり間違った情報も中にあるし、もちろん大当たりのこともあるんですけどね。はい。それは、やっぱり。例えば、大当たりだったら、もちろん横田さんの件は大当たりですよね。はい、はい、そうですね。それから市川市長、吉田安明人君がね、持ってきた情報っていうのは大当たりだった、基本はね。はい。で、横田さんの件ももちろん最初は安明人というか、誰かそういう工作員がね、はい、要するに韓国の政府の、多分当時の安全企画に行ったんでしょ?そういう女の子がいたと。クラブ活動の帰りにね、やられて、バドミントンだ、テニスはどっちだったかな、そういうのを やってた子だと。そうです、そうです。で、その子は双子だっていうような話をしたんだね、なんかね。そうです、そうです。本人が双子で、まあ、弟さんが双子だったんですけどね。はい。で、そういうふうに、どっかで、その工作人は聞いてきてるわけですよ。で、まあ、一致する部分が多いということでね。そうそう。はい。で、アンミョンジンにたまたま例の高瀬さんがね。はい。この子があって、写真見せたら、そうだって。俺はこの子見たことあるよって言って騒ぎになってったわけですよね。はい、そうですよね。で、まあだからそれ、ものすごいそれは大当たりの情報でね、もう、それまで横田さんからすれば、全くもうわけわかんなかったのが、そうですね、本当に神隠しのように消えてしまっていた。そうです。で、のをね、で、正確に言えば、安明人にはね、石坂さんが、その前の年に会ってるんですよ。あ、石坂さんが、はい。で、市川修一さんの写真見せてるんですよね。はい。で、市川修一さん、俺は見たことあるって話してるんだ、その時。なるほど。まあ、で、それも多分本当だと思うんだけどね。その時は全然、安明人はなんか、変に策みたいにないから、はい、まず本当だったと思うんですけどね。だからそういう当たり時もあるんですけどね。まあでも、ねえ、北朝鮮っていう国がもう本当に特殊ですから。そうです。だから、本当いろんな情報が乱れ飛ぶところは確かにありますよね。そうですよね。で、また脱北してきた人っていうのも、ねえ、やっぱり日本人とはまた違う感覚で、もちろんそうです。お話もされるでしょうから、そうね、あとそれから、覚醒剤をやるのは向こうで当たり前になっちゃってるから。そうみたいですね。結構それでポッとやっちゃった人はね。医薬品だったりの、医薬品の代わりだったりね。そうみたいですね。北朝鮮社会は普通の薬は全然ないから。はい。だから、もう、これは何でも体にいいみたいなつもりでね。なんか、結晶とは自分で栽培した人はいくらでもいますよ。あ、そうですか。で、それで実際僕はもちろん飲んだことはないけども、結晶、どうつ、なんか身を取って煮るんですかね、なんか。あ、そうなんだ。いや、全然知らないです。なんかそれ、そういうやり方あるんですよ。はい、はい。で、それで、なんか食べるとね。食べるのかな?そうするとやっぱり元気になるんだって。
元気になるというか、まあ、覚醒するんでしょうね。まあ、だから、はそれい。は、そんな原始的なやり方だから、精度の高い、純度の高いものじゃないだろうけども、で、やっズぱりボラ脳やっにて作用いうがね。あるんでしょうね。なるほそう。ど。で、多分それはね、満州にも広くあるんですよ。あ、そうですか。そういう僕、全然北朝鮮じゃないところもそういう話も聞いたことあります。なるほど。ああね、三浦先生もね、本当に脱北者支援をずっと長くされてこられてるので、ね、騙されたことがある。なかなか三浦さん苦労されてるってこ思といっきり騙されたことがね、本当に。そもうういうの三浦はあ先ると思いま生、すよでもね。三浦先生のおかげで私は今ここにいますっていうふうに、ね、この間北朝鮮人権映画祭でね、おそういう会いし人たも増ちろんい田るけ恭ど子さんね。もね、感謝されてて、まあ、ああいう方もいたら、感謝はしてるんだろうけど、騙してしまう人もいるんですね。そういうこともありますよね。ね、90年代食べ物がない時、みんな雑草を食べたりしていた。雑草には毒素が多く、なるほど。ああ、ひどい腹痛になったりする。その時、アヘン、カコ、ケシなどが鎮痛剤で使われたり、普通に行われていたみたい。ああ、なるほど。そうでしょうね、これなるはほど。ね。90年代、ロシア、まあ、ロシア、ソ連だったわけですけど、ソ連が崩壊した後のね、もう、その後、北朝鮮が本当に、まあ、経済が一気に逼迫しまして、もう、何百万人ですね、300万とか、500万とかいう人もいますけど、その、餓死者が出たというね、その数は本当正確なことは分からんけどもね。わからないでまあす一番少なね。い数で50万って言うからね。ああ、そう少でないす数がか。50万。はあ、ものすごい人数ですそれはね。もう、今で北朝鮮の人口って2000万ちょっとっていう。2300万だったら2000万とかそんな感じって言われはい、てるから、はい。そしたら50万だったら、40400人に1人、人4、なんかそんな感じでしょ？40人1人か。うわ、恐ろしいですね。もう50万ってことないんじゃないかなって私は思うんでもっすとけ多いと思ど。う。で、地域によってやっぱもろいところあるから。ああ、そうですね。まあ、平壌の郊外ですよね。こうやってハムギョンドっていうところがやっぱり一番激しくてね。で、やっぱり南の方はもうちょっとマシだったろうと思うんですけど、穀倉地帯の方はね、もうちょっとマシだったと思うんですけど。まあ、北には行けば行くほどひどかったんでしょうか。いや、平壌よりもやっぱハムギョンドはひどいですよね。なるほど。で、そういうあったかいとこはやっぱり比較的取れるから、まだね。ねえ、三浦先生も今書かれているように、本当に北朝鮮も確かに今、外貨も喉から手が出るほど欲しいでしょうし、でも日本がね、無策ではいけないと、本当にそうですね。本当にチャンスなんだから、ですもっけといど。ろいろとね、できることは山ほどあるわけだからね。だから一応日本もちょっと荒木さんのところにね、放送をもっとやるようになんかしてるでしょ？あ、そうちょっでとそす。れから支援が出たのかな？それちょっとわからないけども。支援というか、まあ、潮風には、まあ、潮風の中で、国のね、広報をすることで広報費っていうのをもちょっらっともらってているのんかもでしすれんね。ね。で、ああいうのをもっと思い切って増やしてね、やるべきですよね。そうですね。日本まあ、はね、もっと政府はね。村尾さん、副代表の村尾さんに、まあ、お聞きしたんですが、まあ、たくさんもらうと、そういうスポンサーさんの意向に沿わなきゃいけなくまあ、そういうのあるかも しれんなけるのど。で、まあ、口を出さないということを条件に、無条件に出してくれるなら、いくらでもありがたいというふうにそうですよ。言で、われてましたが。要は別にいくらでもやることあるわけですよね。そうですね。NHK の海外放送でね、同じことをやればいいわけですよ。そういうふうに枠を作ってね、そういう法律を変えてやればいいと思うんですよ。で、そういうのは、例えば、韓国人は見るし、中国、朝鮮族には必ず伝わるから。で、そこからやっぱりじわじわ広がっていきますよね。なるほど。要するに北朝鮮を批判する放送をたくさんやればいいと思うんですよね。NHK でですか？
そう、NHK に対して政府が、そういう指令を出せばいいわけですよ。そういうふうに法律を変えればいいわけですよね。別になんか、いろいろ番組を買い取ることができると思うんですよ、法律を変えれば。いや、難しそうですね、なかなか。で、もっと他の番組の、なんか、電波の枠を決めて流せばいいわけです。例えばね。そんなにやろうともいくらでもできると思うんだけども。そうですね。この間 NHK で、三浦先生ご覧になられましたか？三浦先生じゃない、ごめんなさい。黒坂先生ご覧になられましたか？BBC でしたっけ？が、10年ぐらいかけて、北朝鮮に潜入してた、ドキュメンタリー映画みたいなのが放送されたんですけど、黒坂先生見られました？僕それ見てないっすね。あ、見てないですか？ですね、もう10年ぐらいかけて、その北朝鮮がどのように、海外に、武器を売ってるかっていうのを、もうおとりを使って、もう嘘の話を持ちかけて、大したもんですね。で、それはね、NHK がよくやったなと思っなるたんほどですね。けど、2回ぐらい放送してましたね。再放送を含めて。BBC の NHK が放送したわけね。あ、そうです。ドキュメンタリー映画みたいなものを放送そしれはたんいいでですすけど。ね。ああ。そうなんです。まあ、だから NHK はまだやってるところもあるなというふうに。あります。やってるとこもあります。それは多少はね。前も、もう10年ぐらい経つかもしれないけど、朝鮮大学校の先生の画像と動画を出してきたことありますよね。そうです、そうです、そうです。もう10年ぐらい経ってるかな。朝鮮大学校の学生を200人送っちゃったって話があるでしょ？ねえ。金日成の還暦祝いにね。すごい話ですよね。人間そうをです。贈り物にしちゃったんですから。もう昭和47年になるんだけども、それ本当にプレゼントしちゃったわけですよね。あ、そうです。シロさん、ザ・モールです。モールって、あれらしいですね。モグラって、ね。そういう番組ね。ザ・モールっていうのをね、あったんですよ。一応動画で残してますので、後でまた黒坂先そう生ですに、ね、送りますね。そうそう、BS でね、やってました。ものすごい内容でしたね。まあ、あれはちょっと他の、なんていうんですかね、民放はできないなと思ったので、やっぱり NHK、まあ、そういうのをやろうって、出そうっていう意気込みのある人もいるんだなと、ちょっとそこは見直したというか、そうですね。そういうのあももっりとまやしる。た。時々の北朝鮮についてはいい番組やることありますよね、もちろんね。月さんがちょっと出してしまいましたけど、皆さんこれ、公開では出さないでくださいね。一応ね、違法にあるので。そうなんですか。限定公開にしてるので、URL を知らない人は見れないというふうになってます。まあ、ツイキャス聞いてる方に内緒で、内緒だよと書いてるところのチェックしててください。まあ、URL、後でね、検索では引っかからないになってるので、後でまたご覧になってください。ものすごいです。見た人のツイッターの感想は、もう震えたって、本当に、よくこんなものを撮ったなっていうぐらい、その武器のミサイルの値段表まで撮ってるんですよ。ミサイイギリル。スってね、そういうヒューミント情報ってのを取るのすごい前ですよね。ほんとそうですね。やっぱりそれ、本当に情報局がすごいいい仕事してる感じありますよね。思います。ウイグルのこと多も分そそうういうで人たすちいるんでし。すよね。でもね、日本のジャーナリストの人もぜひ見習っていただきたいですね。そうですよね。ウイグルのこととかについてもすごく、イギリス BBC は、よくやりますよね。やってましたね。ものすごくそれはうまいですね、本当ね。なるほど。やっぱそこはちょっと違うわけですね。なんか違いますね。だから CIA よりもずっとイギリスの方がうまいでしょう、多なるほど。分。CIA もやんないことはないけども、数段イギリスの方がうまい感じあるね。なるほど。
日本もそういうまあ、ふうに言試合わとれはいるえ、やっようぱにりなりたい。お金たくさん持ってると思うけどね。ですね。ものすごくいろんなところに金を流してる感じは確かあります。わかりました。皆さん、ザ・モール、本当ぜひご覧になってください。すみません。情報として、一応、内緒だよってことなので、ね、ジェームズ・モンドの国です。確かにね、イギリス。URL、表に書かないでくださいね。ご自身が見る分だけにしてくださいね。また、他にもですね、黒坂先生、さっきツイッターの方に、朝鮮学校のこと、朝鮮朝鮮学校学の校。ことも書かれてましたが、いや、朝鮮学校ってのは、だから本当にね、普通の学校とだっていうことはありえないからね。もうとにかく、近日制の社会主義教育体制ってのをね、一番重視してるそういう学校なんですよ。で、絶対的に知性思想を教える学校でね、子供たちをそういう方に教育してる学校だから、で、その中身を議論しないで新種を新種を差別だっていうのはおかしいですよ。すごく民族差別をするな、子供にね、差別をするなとか、子供の自由な教育を受ける権利を奪うなとかね、すごくそういうふうに、言ってかばってるわけなんですけど、でね、私問題があるなと思うのは、ツイッターやフェイスブックで、朝鮮学校に、日本のね、公的な補助金が入るのをやめさせたいと思う人がですね、北朝鮮に言いなさいと。キム・ジョン様に言いなさいと。ここは日本ですから、日本にたかるな、みたいな書き方をする人がいるんですけど、日本に何するな？日本にたかるなと。たかるな、そういう書き方する人がいるんですけど、あれは、本当にやめた方がいいですね。今、黒坂先生がおっしゃったように、その教育内容がおかしいんだと。独裁者を、絶対的忠誠を誓って、もうそこに逆らえないような、もう独裁者礼賛の思想を洗脳している教育だから、だからそういうところに公的補助金は出せないんだっていうふうに、書いた方がいいです、皆さん。じゃないとですね、民族差別だっていうふうに、向こうは言ってきますので。で、それはやっぱり朝鮮労働党の戦略だからね。そうですね。朝鮮労働党とそういう論文出してるわけで、朝鮮中枢ってのは出してるんですよ。とにかく民族差別だって、それ、だから日本は出せってね。そういうふうに黙らせるで、たそめれにでね。朝鮮学校さんって人いるでしょ？インターネットで、ツイッターやった人。いますね、はい。あの人なんか多分そういうのをちゃんといろいろ指令を受けてね、そうでしょうね。そのままやってるんだと思うんです。なるほど、なるほど。だから、ちょっとそれも言っておかなきゃいけないのは、朝鮮労働ってね、いろんな小さい組織を作って活動するんです。日本の中でもそういう組織がたくさん作られてるわけですね。で、それはもちろん日本人を拉致することもやるわけ。で、有名なのはもちろん、趙立さんが言った洛東校だけども、あるいは田中みのりさんさらったね。どこにもそんないくつも、まず間違いなくあるが言えるわけで、新元祖もそうでしょ？そういう組織は、例えば資金調達とか、そういう拉そうです。致とか、目的に沿ってバラバラに動いてるんですか？もちろん、一つ一つのグループは、団結してるけども、他のグループとは連絡がないですよ。みたいですね。全くないで洛す。東校の、著書の中にありましたね。連携を持たないというふうに。持たないですね。ないと思います。だから一つのグループ、せいぜい5人とか10人とかそのくらいしかいなくてね。もう本当に少人数のちっちゃいグループでそれすでやっね。てる。その組織がいっぱいあると。だから一番上の方ではね、もちろんなんか連絡あるかもしれないけど、朝鮮労働党本部の方ではね。だけど、本人たち同士は全然ない。横のつながりを持たさないわけですね。全然持たない。だからそういうのはいくつもあって、で、中にはその朝鮮総連の上の方の人がね、指導してる場合もあるわけ。朝鮮総連も関係なしで、もう本国から直接のそうです。指令っていうところもあると。
で、もちろん朝鮮総連の最高の幹部の方の中に、そういう司令、自分の配下の組織を持ってる例もあります。ああ、なるほど。で、なそるれ有ほ名なのど。が、渡辺秀子さん。女性で旦那が工作員で殺されちゃった方いるでしょ？あの方は、朝鮮総連の当時の最高幹部の配下の組織にやれたんだと思うんですよね。なるほどな。金平職っていう人がいて、その人の配下の組織だったと言われてますね。で、そういう場合もちろんあるけども、まあ、だからそれはいくつある方、正確なことはわからないけど、何十個か多分あると思うんですよ、日本国内にね。それを日本の、公安はどの程度つかめてるんでしょういや、それは分からんけども、か。一応、掴んでるのはいくつかあるでしょうね。ただ、そういうのはなんかいろいろやってても、逮捕する法律って何もないから。監視するだけですよね。見てるだけですよ。ああ、こう言ったなってだけでね。後付け出してて、それで終わりですよ。誰と誰がつながってて、どこに住んでるかっていうそのは知ってても、う。ああ。拘束して聞き込みしてっていうことはできないですできないか。しね。ただ本当熱心にやってるならね、過去に淀号の人を捕まえたりしたことあるでしょ？あれはやっぱりなんかうまくその国内の人と動きを見てね。で、それで淀号の柴田って人も亡くなった人いたじゃないですか。あの人を逮捕したりしてますよね。兵庫県警ですよ。そういう人はいますね。柴田さんね。柴田さんもね、亡くなっちゃいましたけどね。亡くなった人、そういう例はあります。そういう小さい組織は、日本中、いろんな、まあ、47都道府県どこにもあるんでしょうか。いや、田舎の方には少ないかもしれないけども、それはね。都心とかにで、はあなんでるんかっでていうすかと、ね。田舎、少ないって、多分少ないと思うのはね、お金出してくる人あんまいないでしょ。やっぱりスポンサーというか、その在日朝鮮人。朝鮮商工人という人たちですよ。なるほど。そういう人たちからお金をもらってやってるわけだから。だから、張さんももちろんもらって、そういう自分を、2億お金出してくれる商工人がいたわけですよ。そうですね。で、あの人だったら僕は聞いたりはしたことあるけども。じゃあ資金っていうのは、その在日の人たちの商工人からもらってるんですかね。そうです。で、要するにそれは革命運動だという趣旨でね。じゃあ商工人の人たちは、ある程度は自分たちの地元にどういう組織があるかは知ってるってことですか？その組織の具体的な活動まではあんまり言わないかもしれんけども、これから日本人たちをやるなんて話はしないと思うけどね。だけどまあ、すごく金もらうから、一体何を多少のことは言うでしょうね。どうしても統一のために必要だとかね。なるほど。そういう革命理論を語るわけですよ。で、それでポンとお金出してね。いう感じですね。で、いろんな、その代わりその商工人たちが、いくら出したってことで、北朝鮮行った時はすごく大々的に歓迎されて迎えられるって感じですよね。そういうのはしょっちゅうありますよ。だから、兵庫だったらもう亡くなったけど、有名なのは、文藤家さんって人いたんです。芦屋にいたんですけどね。芦屋。で、その人は、もうすぐ大金を出した方ですよ。芦屋にお住まいということは、その方自で身ももなのくなっすごた。く商売で成功された方ですか？超有名で、パチンコとかで成功して、息子さんも大、すごい有名じゃないですか。ごめんなさい、知らないんです。すみまああ、せん。そうですか。三宮の大きなパチンコ屋、名前ちょっと忘れちゃったけど。そこの、初代オーナーということですね。そうです。で、もうだいぶ前に亡くなってるけどもね。で、二代目はもう、それやめたらしいけどね。そうなんですか。で、サッカーのチームを支援してる人ですよ。神戸の、ほら、へ澤さんっていたじゃないですか。いるじゃ、もう、引退したかな。い、なでしこジャパじゃ、ン。応援してる。そうですか。今、その人たち、変なことやってないと思うんだけども。だから初代のその文藤健さんはものすごくお金出して、で、まあ一説にはね、本人は否定してるけども、ラングーン事件で工作員がビルマ行くでしょ？その時の船を、お金を出したら文藤健だっていう人もいます。黒坂先生、漢字で教えてください。文藤文家。章の文に東。
東、はい。で、建設の県。文東県。ええ。はい。建設の県。で、本も出てますよ、その人については。あ、そうですか。で、僕はへえ。もちろん会ったことないけど、張さんは、なんか知り合いだったね。張さん。はい。あ、張竜さん。ああ、張竜さんはね、なるほど、なるほど。どっかで会った。張竜さんやっぱいろんな人と会ってましたよ。有名な商工人のね、人とね。そうでしょうあね。の、焼肉のジャンってのしません？東京の。有名な、はい。焼肉の焼ジ肉ャンっの、ていうグループ。はい、タレとか出してますね。そうです。もう、で、そこの商工人もすごい有名だって人いたんですよね。あ、やっぱり、あれも北朝鮮系ですか。はい。もちろん北朝鮮もいいとこで。なるほど。で、ただこの人はね、兄弟でやってらしたんだけど、弟さんがまたすごく熱心な方でね。はい。だけど、最晩年ね、北朝鮮批判やったんで有名ですわ。すいません、もう一度。焼肉のジャンっていうグループあるでしょ？はい、はい。で、その弟さんの方。弟さんで、の方。はい。弟さんが最晩年にね、もう亡くなる前に、はい。北朝鮮の体制を批判したの。あら。で、暴露、向こうで撮ったビデオを暴露したあ、そうですか。の。で、報道へ特集でそれやったんですよ。え。へえ、それは全僕然それ知見らまなしかった。た。ああ、そうなんですか。それは有名でね。じゃあ、ただ、お兄さんと弟さんは全然考え方が違ったってことなんですかね。お兄さんもある程度信じたかもしれんけども、ただそれは有名です。あ、そうなんですね。で、報道特集だったら、ひょっとしたらその時鳥越さんがいたのかなって、それは知っちゃったけど。鳥越慎太郎さん結構だ、北朝鮮と関係の番組で出てますよね。報道特集やったから。そうですね。で、結構出てます。そうでしたか。いや。まだいろんなことありますよ、それね。はい。関西であと、ほら、堂島ホテルの人も有名ですよね。堂島ホもうテル亡くなっのちゃっ人。た。はい。大阪にね、はい。堂島ホテルってあるんです。今でもあるけども、そこの昔のオーナーは有名な商工人でした。あ、そうなんですね。すごく有名ですよね。いや、知らだなからかっすたごでくす。向こうにね、いろんな、なんかいろんな工場を作ったりして、寄付はしてたと思いますね。で、そういう人たちがだんだんもういなくなってるんですよ。で、だから、なおさら朝鮮総にあまり金が入らなくなってるってことあると思いますね。そうなんですね。加茂元照さんってご存知ですか、黒坂先生。加茂元照さんっていう方。カモモテてる。それはあれでしょ、金賞にちゃはなかなんかでしょ？そうです、そうです。金賞聞いにたちことあゃるんですよ。なをね、作った人なんですけど、この方が、神戸動物王国も。あっちの方なんか、ねえ、オーナーかなんかね。そうなんですよ。ってことは、まあ、この方は日本人だと思うんですけど、園芸研究家ということで、まあでも、やっぱり北朝鮮に対するシンパシーがあるから、キム・ジョン・イル・バナとそうでかすよっていね。うのも作られるんですかね。そういう人もいろいろと、いろんなところにいますよね。どこでどういうふうになってはようからんけども、ね、北本当朝鮮で、まあ、ね、さあ、どこでどうなってる。でもなんかこの方ね、2013年に、東京地方裁判所に破産手続き申し立てそうしですてか。るんですよね。でもその後に神戸動物王国とかができてるんで、何やってるか不思議ですよね。不思議でしょう、本当に。不思議なまあ、人いこうろいういのますよ。も、公北安朝の鮮人となんなんかつかは、ながる人がいろいろなんかいてよくわからないですよねえ、ね。本当に。すいません、いろいろ。ちょっとまあ、皆それにさ関しん、たら、オウムだってつながったし、なんか全然わからないですからね、北朝鮮のね、中っていうのは、でも北朝鮮の中にもやっぱりすごくたくさん噂というのは流れるわけですね。ものすごく流れるみたいね、いろんな噂はね。脱北しただから、人とかがそういうのを、まあ、韓国で、北朝鮮ではそこうう、いう持って噂がくるん流でれてすますよ。とかいう情報を持ってくるわけですね。だから在日の人たちの中に、元在日朝鮮人はまたいろいろ掴んでくるんですよね、それをね。なるほど。で、その中でやっぱり、確かな情報もあったり、間違ってもいろいろですけどね。だから、カンチョルファンってやつは、だいぶ前からね、
金正日は別にそういう女がいてね、どうもこの在日のやつが子供産んでるようだみたいな話は持ってきたんですよ。そういう情報はね。ああ、なるほど。いや、三浦先生が書いてくださったことがもう本当に真理ですよね。政府の言うことは信じられないので、結果として噂社会になる。いや、本当そうですね。噂社会ですよ。ありがとうございます。あ、いやいや、宮津さん、気にしないでください。すいません。お気遣いしてくださってありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。なるほど。皆さん、黒坂先生にちょっと、黒坂先生、はい、あと10分ほどいいですか？あ、大丈夫、大丈夫。いいですか？黒坂先生にちょっと北朝鮮のことで聞きたいなと思うことが、はい、もしある方、質問と書いて、コメント書いてください。はい。あーねえ、黒坂先生、でもすごい、すごいですよね。MBC とか普通に、こう、日本語字幕がもちろんないと思うんですけど、ね、わかりますか全部。ほぼ。いや、すごい砕けた言葉で喋られちゃうとわからないんですよね。はい。だから画面にね、はい、E メールのお互いやりとしてるのとか出てくるときあるんだけど、うんうんうん、それは難しいよね。なんかね。いや、でも、この間ね、北朝鮮人権映画祭でも脱北者の、ね、青年と青年っていうか、まあ、男性の方とお話しされてましたもんね。あ、それはそんくらいのはわかるけども。いやいや、すごいなと思って、本当に。だけど、また脱北者の人の中でもすごい鉛が強い人は難しかったりするし。あ、やっぱり北朝鮮でも、平壌と、平壌じゃない、その郊外の人とか。そういう人いると思うんですよね。鉛があるんですね。なるほど、地方で。で、一人僕、しっかりしたおば、人だなと思うおばあさんいるんだけども、その人の YouTube よく聞いてるんだけど、難しいですよ、なんか。こういう人がいてね。はい。金星男のお母さんいるでしょ？ソン・ヘリムっていう。金星男のお母さんね。金星男って誰ですか？あ、キム・ジョンナム。要するに長男、金星男って長男。はいはいはい。これ、お母さん、ソン・ヘリムさんっていう人、はい、いたでしょ？キム・ジョンイルの一番最初の奥さんですね。そうそう。はい。で、その人とね、同級生だったっておばあさんがいるんです。へ、はい、はい。で、そのおばあさんがね、うん、すっごくしっかりしたおばあさんでね。はい。で、収容所も経験しててね。しっかりした方なんですよ。で、はい、若い頃踊りをやってたからすごく体鍛えてんの。いや、でも収容所も経験してるのに。うん、でも、すごいしっかりした方で、ね。すごいですね。で、その人がやっぱり、僕はなかなか挑戦が難しくて聞き取れない。いや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 、いや、三浦先生すごいですよ。どこで習われたんですか？もうほぼ独学でですか？ああ、もちろん僕1年間だけソウル行ってたけど。はい。あ、1年住まれたんですね。ソウルの方に。それだけですけどね。いやいや、すごいですね。そのおばあさんの話なんか聞くとね。はい。もう本当ひどいもんで。ソン・ヘリムがね。うん。友達だから。うん。自分はね、五合宅に行くって、ポロッと一言言ったんだって。五合宅。五合宅ってそういう特殊の用語でね。はい。金正日とかのところ行くっていう用語なんですよ。あ、もう言ったら、まあ、玉の輿みたいな意味ですか？ものすごいそういうところで、そういうことをね、うんうん、言ったっていうこと、言ったのを聞いたということでね、はい。多分収容所にやられちゃったんじゃないかって言うんですよ。ああ、もうそういう内々の話を、知ってしまったということで、で、それを秘密にするために使用者に入れちゃったんじゃないかってんですよ。隔離みたいな意味で。なるほど。そう、ひどいもんですよね。それはね。いや、三浦先生がね、こんなコメント書いてくださってました。在日コリアンの戦国史、戦後史。神戸の闇市を駆け抜けた、文東家の見果てぬ夢。こういう本を書いていますが、もちろん都合の悪いことは入ってないと。そうなんですね。そんな、まあ、そうですね、そんな本あるんですね。今でも、中古で探したらあるかな？ああ、それはありますよ、どっかに。ねえ、ちょっと。結構最近の本だから。ああ、そう、あ、結構最近なんですか？その本では最近の本です。あ、そうですか。でも、この人はもう、今もうだいぶ。文東家さんもだいぶ前に亡くなってますよ。じゃあ、最近の本というのは誰が書いたんでしょうか？いや、誰か、それライターが、ジャーナリストが書いたはずだけど。ああ。
何を本人が書いたんじゃないんですね。あ、なそうるですほよね。ど。まあでもちょっと探して見てみたいですね。なるほど。パチンコで儲けたわけですね。もちろん、たくさん会社持ったかもしれないね、だからね。そうですか。皆さん、で、いいですか？質問ないんですかね？いいですか？はい。ありがとうございます。黒坂先生も今日いろいろまたこういう話をいろいろしていただきましょう。ああいうふうにこう、ツイッターなんかで、ツイッター、フェイスブックなんかでいろいろ皆さん発信することも大切だと思うんですが、どういうことに気をつけて発信したらいいですかね？やっぱり。やっぱり単に朝鮮総連とかそういう人たちをけなすっていうんじゃなくてね、言葉の使い方をちょっと選んでやればだいぶ違うでしょ。なるほど。例えばさっきのようにね、日本にたがるなって言ったらよくないと思うけども、僕だったらね、本来朝鮮学校に対しては、金正恩が全額費用をすべきだと、そういう言い方すればいいと思うんですよ。全部、地政型の革命家養成費用は僕は、金正恩が全額支払うべきであると。そういう言い方は随分違うと思いますしね。なるほど。あと、白頭山血統の正当性。キム・ジョンウンは、キム・イルソンと一緒に写った写真がないっていああ、そう、うそふうに、れはもう前からよくやることだよけく言どわも。れることですよね。だから要するに、何かにつけておじいさんと似たようなスタイルしてね。で、それで、神格化を張ってるわけだろうけども、まあ、必要なんでしょうね。お母さんがね、在日だから、金日成に会えなかったんですよね。それがやっぱりお母さんとしてもすごい悲しい思い出だったと思うね、それはね。やっぱり、どんな人でもね、お父さんとか挨拶に来たに決まってるじゃないですか。いや、で、特に金日成だからね、そこに認められたいって気持ちがあったと思いますよ。だけど、それは結構できなくてね。いや、シンデレラストーリーのような気がするんですけど、一応。まあまあね。だけど、やっぱり、何人も女もがいるってのは分かってるわけでしょ？それは。で、それで実の中で自分だけが一番の嫁だっていることでね、認められるためには、金日成のところ行かなきゃいけないわけですよ。北朝鮮社会では金日成が、認めたらその人は嫁だから。なるほど。だから金日成は別の人を嫁として認めた。だからそれはやっぱりお母さんとしては悲しい思い出だったろうとは思うしね。で、また在日を嫁として認めるってことは金日成できないですよね、それはね。できないんですね。できないです。その世代の、からものすごい反発もあるしね、それはね。黒坂先生、ちょっとお聞きしていいですか？もうなんかね、ネットなんかで、もう本当にこういうのはくだらないことだと思うんですが、インターネットを見ていると、未だに横田めぐみさんが、キム・ジョンウンのお母さんだという、デマが流れてあれまはすひよどいでね。すよね。で、在日朝鮮人の人でも、出身成分、身分で言うと、朝鮮では低いということで認めてもらえなかったのを、もっと在日の人よりも、北朝鮮では身分が低いはずの日本人が、そうですよ。ね、聞いた、いやいや、キム・ジョンの母親だというデマにありえ対ないしです。て、全くのデマですよね、いや、そんなそんのね。デマに対して、朝鮮総連とかがもう否定なんかしないじゃないですか。そうですね。あれはなぜなんでしょうか？いや、なんかそういう人たちが意識的に流してるかもしれないですね。要するに、インターネット工作みたいなのってあると思うんですか。なるほど。情報をかく乱するためにですか？そう。で、それはね、日本社会、そのいくらでもいますよ。朝鮮労働党でもそういうのあり得るしね。中国共産党は絶対いるでしょうよ。なるほど。中国共産党の中で、そういう、いろんなインターネット工作みたいなの作ってますよ。日本のインターネット。僕、ちょっとそういうの多分、こういう、この人そうじゃないかなと思うな。行き合ってます。
あ、そうですか。はい。多分、確証はないけども、要するに中国共産党と同じことを言うんですよね。例のアグネス・チョウっていう、女性理事長です、香港の。あの人は、暴動を扇動したから、投獄されるのは当たり前なんだとかね、そういう人もいまして。これも絶対中国共産党だと思って。なるほど。まあそういうふうにこう、まあ実際に、北朝鮮にとっては、都合が悪いというか、その拉致問題に対する関心が薄まることの方が都合がいいそうかです。らってことなんですね。その情もう報それはも。もう常に。で、どうかすると韓国だってそれやってくることもある。韓国だっても今の韓国の政府ってのはもうめちゃくちゃだから、いろんな妨害をしてきますよ、これからも。もう全然今、韓国政府のは信頼できない。なるほど。ありがとうございます。ね、ゴッペンハイムさん、そうですよね。トランプ支持者みたいな人でも、そういうデマ信じてる人いますよね。ああ、それはちょっと問題ですよね。でね、不思議なことに、その横田めぐみさんのデマを持って、北朝鮮による日本人拉致はでっち上げみたいなことまでね、言ってるんですね。なんとなく、かく乱させようとしてるわけですよね、いそうろいろでしね。ょうね。あとは、その拉致問題への関心を薄めたいとか、なんだそんなことかって、みたいな感じで、そういうふうに持っていこうっていうのはあるでしょうね。そういうふうそうにしだたんでしね。ょうね。まあでも、拉致されたのは横田めぐみさんに限らずで、他にもたくさんの方が拉致されてますし、もう、ものすごい数いると思うんですよね。ね、で、5名の方の帰国のことを思うと、横田めぐみさんがもしもですよ、そのデマ通りだとしても、それで日本人が拉致されてることが茶番劇だみたいな、そういう論調にはことならないないですはよずね。なんですけどね。ありがとうございだまけど、す。本当、闇が深いですよ、拉致問題もね、それはね。ちょっと荒木さんが言ったけども、やっぱ拉致された日本人の中にね、向こうに人質取られてるでしょ？だからもう一回日本になんか、いろんな指令を持ってね、入国している人がいる可能性ありますよね、それはね。いや、でも、そうだとしても被害者ですよね。そう、とんでもない会社ですよ。だって自分の奥さんを、もし、なんか、寝返ったら殺されちゃうんだから。そうですよね。だから韓国人でそうしてるでしょ？奥さんと子供、娘が向こうにいてね、で、ドイツでね、やっぱり、拉致しろみたいな指令、なんかその、でもそれはできないから、韓国に逃げてきちゃった人いますよね。で、そしたらその奥さんと子供収容所にいたんですよ。一番有名な人だけど、そういう例あるから、やっぱり日本人の中にもそういう指令を帯びて日本に来た人はいる可能性あるね、それはね。黒坂先生、大学で、18歳、19歳、20歳、21、22歳、もう本当に若い方と、まあ、長く触れ合ってこられてると思うんですけど、その方々に、拉致問題のことは、こう、まあ、授業とはまたね、随分違うんですけど、触れたりすることはありますか？まあ、授業でそんな言うわけにいかんけども、他の場で言うことはできますよね。授業外のところで。それは言えますよね。大学生の方は、やっぱり知らない人が多いですか？もちろん知らない人多いですよ、それはね。やっぱり、黒坂先生から見ても、その日本の最重要課題って言いながら、これだけ若い人が知らないっていうのは、日本の国の広報っていうか、その啓蒙啓発は全く足りてないっていうふうに、まだまだできてないですよ、それはね。感じられますね。なるほど。ありがとうございます。大阪経済大学の方にもぜひ、めぐみへの誓いの 映画をですね、また見ていただけるように、もし何かの機会があったら、学生さんにお伝えしていただけたら嬉しいです。よろしくおまた願いろいろやいっしてみまます。す。ありがとうございます。もう今じゃあ今日はどうもありがとうござい日、ました。ありがまとうごた何ざいかあましれた。ば黒よろし坂くお願先いし生、お疲れ様でします。た。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。ありがとうございました。じゃあこれ切りますね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。黒坂先生、お疲れ様でした。ありがとうございました。
なんか、なんだっけ、いやね、もう本当に記憶がね、すぐ途切れる。なんだっけ、文刀剣ですね。はい、覚えとこう。後で、いろいろ調べたいなと思います。来週のゲストのご紹介をさせていただきますね。で、来週は、なんと、なんとなんと、貴重なことに、国会議員の先生がご出演してくださいます。はい。上野先生としっかり打ち合わせやりたいと思います。はい、上野博先生です。ちょっと待ってくださいね。お写真変わりましたでしょうか。なんかね、ツイキャスちょっと調子悪い。あ、変わってない、全然。すいません。あれ？動かなくなった。すいません。あかん。ちょっと切れます。すいません。動かないので、ちょっと、あ、動いた。いけるかな？あ、やっぱり変わらへん。ツイキャスライブは応答していませんって出る。すいません、一旦切りますね。すいません。固まるんです。はい、上野博先生にご出演していただきます。来週は、はい、あ、ラプテンさんありがとうございます。助けてくださいまして。経済産業官僚出身ですね。今、衆議院議員2期目をお務めです。はい。で、上野先生は、ブログもやっておられまして、ちょっとご紹介しましょうか。はい。前回、ふみえつさんにご出演していただいたときに、チャンネル桜の、モンゴルの風ですね。はい。三浦先生とふみえつさんと出られてる、番組の方に上野先生がご出演されてたので、ふみえつさんがツイキャスに出るということで、上野先生が聞いてくださってて、で、その後に、関東の仲間が、前々から上野先生と、何度かやりとりをさせていただいてたんですが、ツイキャスの方に、よかったら、出てやってもらえませんかというふうに、関東の優しい仲間が、上野先生にお願いしてくれまして、で、上野先生がいいですよということで、ありがたいことに出ていただけることになりました。はい。ねえ、すごいですよね。国会議員の先生に、ツイキャスでお話が聞ける。お話が聞けるということは、イコール、質問もできる。はい。結構 聞きたいことがいっぱいあります。で、まあ、上野先生も答えれる範囲では多分答えてくださるでしょうし、まあ、できたら、ね、ぐっとこう、踏み込んだところまで聞きたいなと思います。はい。ありがとうございます。情報ありがとうございます。文悦さん、21日、南モンゴル支援議連。おー、設立会予定です。おめでとうございます。はい、素晴らしいです。ねえ、よかったですね。南モンゴル支援議連。あ、名前もいいですね。あ、括弧仮なんですね。じゃあ、どうなるかわからないんですね、まだ。うん、でも設立会が予定されているということで、早い動きでしたね。はい。素晴らしいと思います。南モンゴル議連の、設立についても上野先生は、いろいろご尽力をしてくださってました。はい。山田博先生とかね。あとはですね、
上野先生に、そうですね、でも、南モンゴルを支援する議員連盟ってなってますね、上野先生のブログにも。そのままの名前になったらいいなというふうに、願ってます。ね、支援するっていうのがいいですね。はい。そうです。上野博先生がね、すごくご尽力してくださっています。こちらの方が産経さんの記事ですね。はい。なんかこういうふうにね、やっぱり、心ある先生方で動いてくださって、ね、形になっていくっていうのは素晴らしいなと思います。ね、有志の方々で始められても、本当はね、もっとたくさんの方々で声が上がっていけばいいなと思います。そうですね、上野先生ね、拉致問題についても思いの、深い先生で、例えば、津空海群馬の方でも、拉致被害者のね、署名とか募金活動とかを、一緒にやってられたりしてます。はい。ちょっと貼っときますね。そうそう、依子さんがね、書いてるように、なんとね、モンゴルの元大統領と、若い時にね、お友達だったそうで、で、まあ、自分のお友達が、その後、モンゴルに帰国した後、大統領になったという、ね、すごい ね、ご縁があるんでしょうね。まあ、そういうこともあって、南モンゴルを支援する議連というのが立ち上がるそうです。あ、ちびぬさんの比例選挙区内の先生なんですね。そうですか。はい。これからも上野先生応援して差し上げてください。はい。ね、拉致のことをね、やっぱりもっと動くためにも、まあね、拉致議連にももうちょっと活発に激しく動いてもらって、いい方向にね、動いてもらってっていうふうに思います。まあ、せっかくこんなね、貴重な機会はないので、国会議員の先生が生放送出るんだって、しかも一般人の おばちゃんが MC しているツイキャスに、拉致問題のことについて出てお話ししてくださるんだってって、ツイッターとかフェイスブックで告知拡散をお手伝いしていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。はい。で、それから、ちょっと有田さんの弟さん、有田芳生さんの弟さんが、藤田さんに対する、ちょっと行き過ぎた行動をされているようで、まあ、ツイッターの方で、藤田さんが発信されているので、見ていただけたらわかるんですが、特定失踪者の、藤田進さんのご家族ですね、進さんの弟さんの高橋さんの、雇用先というか、っていうんですかね、お仕事先まで、有田芳生さんの弟さんが電話をしてきたそうで、ちょっと今までとまた違いますよね。で、藤田さんは警察の方にも相談されてまして、まあ、この後どうなっていくかっていうのが、まあ、すごく心配なんですが、あ、ねえ、ありがとうございます。皆さん、通報してくださってますね。ありがとうございます。藤田さんをぜひ皆さん、私たちで支えたいと思います。ねえ、お兄さんが北朝鮮に拉致されたっていうだけで、本当に大変な人生を送ってこられて、
ましてね、自分のお兄さんが拉致された時に、藤田さん、高校3年生、受験生だったわけですよね、未成年の頃から。で、まあ、もちろん、兄貴が、北朝鮮に拉致されているというのが分かるのはずっと後なんですけど、中学生ぐらいの時に、病気でお母さん亡くされて、で、お父さんは男で一人ずつでね、男で一人で、息子さん二人を立派に育てられてる中、ね、勉強も運動も一生懸命できて、本当に素晴らしい若者が日本にいたらね、体育の先生にきっとなったであろう若者が、念願のね、大学受験を、合格して、大学に通い始めた一年生の間に、北朝鮮に拉致されてしまったって。でも、そこから本当に藤田さんは、ね、お父さんのものすごいこう、落ち込みようだったり、藤田さん自身も、一体どこ行っちゃったんだっていう思いで、ずっと過ごしてこられて、で、自分の兄がね、北朝鮮に拉致されたっていうのが、分かって、それから他の拉致被害者の救出奪還のことも、あ、藤田さんありがとうございます。はい、藤田さんちょっとお話ししたいと思ってますので、また近いうちに、お電話させてください。お話ししてください。よろしくお願いします。はい、藤田さんのこと支えますね、皆さんで。助けますので、藤田さんだけがもう、ねえ、本当目の敵のように、有田議員と有田議員の周りのね、人たちから嫌がらせが続いてますけれども、藤田さん負けないでくださいね。しっかり、理不尽なことは許さないと、戦っていきましょう。はい、ね、ありえないと思うんですよね。なんでこんな嫌がらせを受けなきゃいけないですか？藤田さん何かしましたっけ？ 恩をあだで返すなとかって、有田さんが書いたのもありましたけど、恩なんかありましたっけ？恩を受けたんですか？藤田さんは。拉致被害者のことを、有田芳生という国会議員が、質問主意書とかを出して、政府にこう、ね、質問主意書出して、答弁を求めたりするのは、これは恩でしょうか？お仕事じゃないんですか？なんでしょうね。まあ、あの人の議員バッジが、胸についてる間は、国会議員というね、権力も持って、一般のね、被害者の家族に対してのこういう圧をかけてくるという、許せないですよね。よっぽど都合が悪いんじゃないかな。なんでしょうね、藤田さんに対する嫌がらせが、特定失踪者の家族の藤田さんに対する嫌がらせなのか、藤田さん個人に対する支援なのか、まあ、私もちょっとね、分かりかねるとこなんですが、ね、そうですね、恩などない。弟からも言われたんですか？恩をあだで返すなと。そうですか。笑ってるわけじゃないんですけど、すごいなと思いますね。私もね、藤田さんが今抱えれてることが、そうじゃないかなというふうに思ってまして、何かね、そういう動きはね、皆さん見えてきませんか？認定者、政府認定者のみが拉致被害者で、まあ、そこがこう、
なんとか話がつけば拉致問題終わりにしたいみたいな、そういう動きがどっかから始まってるんじゃないかと。特定失踪者まで話を広げられると拉致問題が終わらないでしょ？まあ終わらないんですけどね。拉致された人のね、人生、時間も何も、お金を積まれようがね、いくら頭を下げられようが、時間を巻き戻せませんから、ね、国交正常化の邪魔なんでしょうね。ということは、私たちは国交正常化を望んでませんし、荒木先生がおっしゃるように、正常でない北朝鮮、正常でない日本の、どちらも正常でない国が、国交正常化も何もあったもんじゃないと思いますし、ね、特定失踪者家族を狙うしているというふうに私も思います。特定失踪者の中に名前がない人でも拉致されている可能性はいくらでもあると思います。で、荒木先生も、ショートメッセージなどでもお話しされてますが、警察だけが把握している特定失踪者と言われる方もいますし、調査会だけが把握している人もいますし、両方に、警察と調査会と両方に届け出をしている人もいます。本当に一口で、ね、特定失踪者ってね、言えないんですよ。北朝鮮に拉致された可能性がある人は、認定者だけでは絶対ないというのは、まず、間違いなく言えると思います。そうですね、今中さん、経済の問題だから、お金のことでね、目をつぶろうというか、目をつもうというか、話を終わらそうという動きがどうやらあるようなので、ぜひ皆さん、藤田さん応援することは、北朝鮮っていうああいうおかしな国との国交正常化をしないという、大切な意思だと思いますし、もう何よりも、もう本当は、国の中に調査団みたいなものを入れて、北朝鮮の調査なんかね、信じられませんから、ね、国際的な調査団、日本だけだったら無理だったら国際的な調査団などを入れて、しっかりもうね、隅から隅まで調査して調べないと、日本政府も掴んでない数の拉致された被害者っていうのは、日本だけに限らずいると思いますので、まだまだ終わらせようという動きに対して、ぜひ皆さん一緒に抗ってください。よろしくお願いします。藤田さんのね、ツイッターの方をぜひチェックしててください。なるほど。では来週、上野先生にそこまで聞けるかどうかちょっとわからないですけど、まあ、できるだけ、突っ込んだところを聞きたいなというふうに思っております。今日また、いろいろね、詳しいお話をしてくださった黒坂先生の写真に戻して、ツイキャス終わります。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。寒いので、お体に気をつけてお過ごしください。迎えに行くよ。